おやっとさ、お疲れ様です。ということで、今回の動画は、地元の天気予報を見ろということなんですけど、まあ、天気予報って割とね、地元の特徴が、まあ、出ることが多いんですよね。まあ、例えば以前に私の動画でこの順位わかりますかという動画をちょっと上げたんですけど、例のね、南北の、長さの順位なんですけど、まあ、最下位から、まあ、埼玉、神奈川、香川県というふうになってたと思うんですけど、まあ、これらの県はね、まあ、市町村別の、まあ、ピンポイントの、天気予報を上げているようで、まあ、天気も気温も、ほとんど変わらないと思います。で、我がふるさと40位の大阪なんですけど、こちらも南北86キロというふうに、まあまあ、それなりにあるんですけど、まあ、ほとんど変わらず、まあ、市町村別、あるいは、まあ、大阪府北部、中部、南部くらいにしか分かれてないと。いうふうに思います。だから天気も気温もね、まあそこそこしか変わらないと。ところがですね、上位の地域なんですけど、まあ天気予報に大きく特徴が出ると思います。まずはですね、東京都なんですけど、こちらね、離島の天気を、まあ、伝えていればね、かなり気温や天気が違うと思うんですけど、ただね、人口的に見ても、その離島地域っていうのはね、東京都23区や、まあ、八王子多摩地区と比べて圧倒的に人口が少ないので、その東京都の天気予報がね、どういうふうな具合で伝えているのかちょっとわからないんですよね。だからまあ、小笠原とかあっちのね、方面が伝えてくれてたら、かなりちょっとその特徴が出ると思うんです。で、次に3位だったその北海道なんですけど、まあ、昔北海道に旅行に行ったことがあるんですけど、北海道はね、広いのは知ってたんですけどね、まあ行ってみるとね、まあ圧倒的にこの本州とは違って広すぎてですね、景色も違いすぎると。何から何まで桁違いでした。まあ中でもね、北海道の天気予報はね、北海道の広さがこう現れていてね、大きく分けてもこの道南、道東、道東北とね、細かくこう、地方で、分かれていると、本当にね、もう笑うぐらいこうすごいですよね、地域の広さがですね。で、あと、ま、その地方も、その、10ぐらいかな、それぐらいに分かれていました。まあ、そしてですね、地元、鹿児島の天気予報なんですが、私が鹿児島に来て、まずびっくりしたのがね、この天気予報なんです。で、2つほどあってですね、これが特徴がね、ありありなんですよね。まあ、これも冒頭で申し上げましたように、まあ、鹿児島県はね、南北600キロと南北朝ね、南北の長さは日本第2位の広い、県道を誇っております。で、ここでも特徴があってね、北はね、2016年にね、最低気温ね、-15.2 度を記録した鹿児島の北海道と言われる伊佐市があります。で、そしてね、九州最高峰のね、宮の浦岳がある屋久島があって、でさらに鹿児島県のね、離島の中心地、奄美大島があります。このようにね、まあ、広い県道で気候がね、かなり変わってきます。で特に冬場はね、伊佐市とかね、霧島連山、あと志比土峠ね、志比山というあたりね、このあたりかなり寒いですし、屋久島はね、まあ、夏場でも町の気温とその宮の浦岳ね、山頂付近、まあ、縄文杉の、そのちょっと下のあたりでももう気温が10度以上違ったりとすると。で、まあ、そしてね、奄美大島より以南ではですね、冬場でもまあかなり暖かいです。まあ、ただまりに寒い時がありますがね、さすがにね、本土ほどまあ寒くなることはまあほとんどありませんので、まあね、このように、まあすごく多種多様なね、地域とまあ気温の差がありますので、で、まあ一番びっくりしたのがですね、他府県ではないこの火山情報というので、桜島のね、上空の風向きという、今ではね、何とも思いませんが、まあ他府県から来た人にとってはね、まあなんやそれはということになるんですよね。まあ後になってからこの情報をまあチェックして、まあ一喜一憂する、というふうになったんですが、まあこれはね、鹿児島県民、まああるあるだというふうに私は思っています。というのはですね、まあその、まあこの上空の風向きによって、まあ噴火した際にね、まずはまあ薩摩半島の方に行くか、まあその大隅の方に行くか、という、その分かれ目になってるんですね、風向きによって。
で、おそらくですね、まあ私みたいなこの性格の悪い人間にとってはね、灰をね、まあどっちに来るか、あっちに行くか、こっちに来るかというふうになって、まああっち行け、こっち行け、あ、こっち行けはない、あっち行けというふうになるんですけど、まあでね、まあとにかく灰が降ると本当に厄介なんですよ。まああの洗濯物は干せないし、あとまあコンタクトをしている人はね、目がゴロゴロすると。で、鼻の穴はね、あの灰で真っ黒になって、北島サブちゃん状態になると。で、そして、まあ、とにかく、まあ、車が、まあ、汚れるんですよ。灰が降ると。で、まあ、洗車が大変で難儀するんですよ。で、灰が降ると、その洗車場というかね、あの、スタンドのガソリンスタンドの洗車場とか、そういう洗車機のあるところは、もう、あの、渋滞になるというかね、で、みんな洗いに行くということがあって、で、ね、皆さん、他の地域の方はその洗車した後に雨が降ると、ああ大変で、せっかく洗車したのに雨が降ったっていうになりますけど、私たちは晴れてても灰が降ったらまた洗車しないといけないってなってね、あの雨だけじゃないです、その上に灰雨っていうのもあってね、もうとにかくね、何が上から降ってくるかわからないんですよね。鹿児島っていうところは本当にもう冬場ってもう黄砂も降ってくる、灰も降ってくる、雨も降ってくるしね、で花粉も降るし、もう本当にね、難儀なとこなんですけどね、はい、まあ、文句ばっかり言ってますけど、まあ文句というか愚痴というかね、まあ灰と渋滞さえなければね、私的にはもう鹿児島市は最高なんですよね。まあ皆さんが思っているより都会ですし、まあ少し聞けば自然はね、豊かで綺麗な海も山もあるし、まあ食べ物は新鮮で美味しいですし、ね、灰が降らなければね、空気も美味しいし、またお店もたくさんあるのでね、便利で、まあ普通にいいとこですよ。で、最近はまあ桜島もうここ数年、まあコロナの頃から、まあだいぶおとなしいです。もちろん、まあ自粛してね、噴煙を上げてないわけではないと思うんですけど、まあ、鹿児島のまあ皆さんにとってはね、ちょっとホッとしてると思います。ということでね、鹿児島のまあ天気予報はね、本当に特に変わっているということでね、あと最近はね、この桜島に加えてね、以前に噴火したことがあるね、霧島連山の新燃え岳、あとそして最近ちょっと元気なんですけど、諏訪之瀬島なんですけどね、この、桜島とのこの3カ所が今、上空の風向きを天気予報で伝えています。でね、3カ所もっていうか、マジかっていうふうに突っ込みたくなるんですけど、これ実際マジなんですよね。はい。ということでね、まあ最後に、まあまた皆さんのね、この地域でちょっと変わったこの天気予報とか、なんかこう、面白い情報があったら、ちょっとコメントをください。あと、まあ、鹿児島出身の方でね、この後輩に灰の思い出とか、まあ、ドカバイで難儀したよというエピソードかなんかあったら、ね、ちょっとコメント、もらえたらね、ちょっとありがたいと思います。ということでね、今回も最後までご視聴いただき、大変ありがとうございました。これからもね、ちょっとまあ、鹿児島の、またいいところとか、まあ、ちょっとこういう変わった動画最近多いんですけど、こういうのもちょっと含めて、いろいろちょっとね、面白い、ちょっとあっと驚くようなことね、確かにね、っていうようなもうちょっと上げていきたいと思いますので、今後とも、ご視聴、またコメント、またいいねと思ったらいいねボタンをね、押していただければ励みになりますので、ありがたいです。ということで、はい、今回も、ご視聴いただきありがとうございました。はい、また動画上げますので、はい、失礼します。ありがとうございました。